1977年の羽田駅と周囲約500メートル範囲。右下が根室方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成羽田駅は北海道上川郡清水町技羽田にあった北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は K25 であった。普通列車でも半数以上が通過し、 四を往復のみ停車していた。所在する地名より、アイヌ語に由来し、一説には、小さい、それ、多くいる、超意味する、ポニオープに、跳ねたいと字を当てたものが、は、帯と略されたものと考えられている。ただし由来となった、アイヌ語には、以下の別説がある。ホーム、新徳駅が管理する、短式ホーム一面一線の無人駅であった。ホームには、待合室、 列車接近案内が備えられていたが、上や駅舎はなかった。なお、廃止後ホームについては撤去する方針とされている。JR 北海道によると、2011から2015年の上高人員調査平均は1名以下とされた。廃止打診にあたって、JR 北海道釧路支社より、清水町に提供された実績によると、2012年以降5年間の、 調査日における利用実績はなく定期券の発売もないとされた。遠くに羽田への集落がある。駅廃止による代替措置として国道38号沿いに清水町コミュニティバス及び都会バス清水帯広線の羽田停留所が2018年4月1日に設置された。ありがとうございます。